優勝戦2号艇の丸尾義孝選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は2コースからコンマ20のスタート接戦でしたが、3周の1マークで上がっての2着で優勝戦に勝ち上がってこられました。この日はチルトの方をマイナスに下げておられたんですが、足の方はどうだったんですか？か微妙だったんですけどね。はい、はい、前半のレースは3コースから0。8のスタートでまくって1着ということでしたが。はい、ではこの。 チルトによってまた調整によって足の部分は変化が出てくるわけですかねそうですね、最終日、また気温が上がりそうなんで、はい、その辺の調整になると思います、はい。3日目、4日目はゼロで正解でしたが、これはまた気温によって、そそのあたりはははうですすね、はいい調整しま2連単率のパーは20%台でしたが、では数字よりもいい状態には持ってこれてる感じはありますか。うそうですね それよりは動いてると思います。はい、はい。優勝戦の枠は2枠ということになりました。ここで足の特徴とかいろいろ考えて来られるわけですかね。いや。 あもうほんまあとチルトの調整だけで、はい、はい、あとはもう出たとこ勝負できます。はい一番いい状態で最終日を迎えたいところですね。はい、この後には初出場のマスターズも控えておられるんですが、はい、いかがですかこの辺りは？はい勉強しちがります。はいそれではそのマスターズに弾みのつく一戦にしていただきたいと思います。前回の優勝は2015年の10月からつとなっております。優勝戦向けての一言お願いします。はいあのしっかり走りますので応援お願いします。